有幕本源寺物語は、源氏物語の写本である。現在は、天理大学天理図書館の所蔵。54条に、雲隠れ6条を含む60条が現存する。別本の本文を持ち、江戸時代前期の成立とみられる。有幕本源寺物語は、古伝本系の別本に属する本文をまとまって持つ、写本として、陽明文古本、国冬元、虚物本。 ほさか等と並んで名前を挙げられる写本であり、特に本写本と同じく、天理図書館に所蔵されている麦製本や現在、中京大学に所蔵されている、中京大学本とは極めて禁似した本文を持つ、ことが指摘されている。有りば神社急造とされることから有りば本と、呼ばれている。現氏物語体制研究編の説明には28条と、あり、28条のみが、 好意に採用されているが、現在天理図書館に現存するのは、通常の切りつぼから、夢浮きまでの54条に、雲隠れ6条を含む60条である。1692年成立。全体が、高坂松陰の一筆本と見られる。昭和初期に、麦製本と、愛前後して、東京の古書籍章の本に現れ池田機関のもとに、入り、 好位源氏物語に28条の好位が取られた。その後戦時中に、麦聖本とともに、行方不明になったとされたが、戦後古書籍章である公文奏、反町茂雄の手を経て、天理図書館に、入り現在も天理図書館の所蔵である。池田は、源氏物語体制研究編では本社本を、麦聖本とともに、別本の中でも、 注釈的意図を持って扱われた写本の傾向を持つかもしれないとしている。池田機関によって、写本記号、あとして、別本の対抗本として、行為源氏物語を呼び、源氏物語体制行為編に採用された巻は、うつせみ、うすぐも、少女、玉かずら、初音、古鳥蛍、野ル、のわけ、巻柱、梅子、藤浦場、若名城、 若菜下、柏木、横笛、鈴虫、夕霧、五宝、幻、二大宮、小梅、竹川、橋姫、沢び宿り木、影朗、手習い、夢浮き橋であり、対抗本として採用されなかった牧脇立切母木、夕顔、若紫、末つむ花、紅葉が、花園、葵、榊、花ちるさと里、妻、明石。 見を尽くし、よもぎう、せきや、えあわせ、しょうふう、あさがお、とこなつ、かがりび、ぎょうこ、ふじばかま、しーのもと、あげまき、あずまや、うきふねになる。現在までのところ、本社本単独でも、英い本や、本国本は作成されていないものの、こいげんじもび、源氏物語大がたりにおいて、池田機関が別本であると判断したが、 対抗本文に採用されている。岡島伊久子の分析によると、池田機関が、高位源氏物語において、本社本を対抗本文として採用しなかった牧は、ほぼ純粋な青表紙本や河地本であると見られる。本文を持つ牧の他に、どちらかといえば別本であるとは言えるものの、青表紙本や河地本に近く、これらとの混体を示す別本に属すると考えられる。 巻も覗かれているという。源氏物語別本修正では、対抗本として54条すべてが採用されており、本文を確認することができる。ありがとうございます。